2月22日は、日本の猫の日猫の日は、日本の猫の日実行委員会が1987年に制定した記念日であり、2月22日に定められている。猫の日は、世界各国で制定されており、ヨーロッパの多くの国がワールドキャットデートしている日は2月17日、ロシアは3月1日、アメリカ合衆国は10月29日である。この 動物愛護団体の国際動物福祉基金が2002年に決めたインターナショナルキャットデーが8月8日となっている。日本における猫の日は愛病科の学者、文化人が構成する猫の日制定委員会がペットフード工業会の協力のもと猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し猫と共にこの喜びを噛み締める記念日をという趣旨で1987年に制定した。 同年猫の日実行委員会が2月22日に猫の日フェスティバルを開催、以降毎年2月22日を猫の日として猫に関する各種のイベントやキャンペーンが行われ、猫に関する啓発活動も行われるようになった。2月22日が選ばれた理由は、猫の鳴き声のニャン、ニャン、ニャンと日本語のニ、ニ、ニの語呂合わせにちなんだもので、 全国の愛病家からの公募によって決定した。インターナショナルキャットデイは2002年に国際動物福祉基金が8月8日に定めた。2010年の猫の日は平成では22年であったことから22.22 2 22となった。そのため、茨城県水戸市の郵便局3局では平成ゾロメの日記念と題して猫の記念コン型印が当日使用された。 9月29日は、日本招き、猫クラブが制定し日本記念日協会が認定した、招き猫の日であり、伊勢市、おかげ横城や瀬戸市、島原市で、招き猫祭りが開催されている。ありがとうございます。